この番組は再生リスト形式です。本日最初に紹介するアーティストはあのちゃん。彗星のごとく現れ、光の速度で芸能界のトップに仲間入りを果たした。ゆったりとした話し口調が特徴的で、おっとりキャラかと思いきや、近年バラエティ番組などで運動能力のポテンシャルが高いことが分かってきた。そのギャップに驚いたファンも多いだろう。中学、高校時代は引きこもりだったと過去に語っているが、今の彼女の姿からは少々想像しがたい。音楽のこととなると何かに取り憑かれたように別人と化すあのちゃん。繊細な性格だからこそ心に秘めたたくさんの思いが人一倍多いのかもしれない。音楽だからこそありのままの自分を表現できる。音楽が一番自由になれる唯一の場所なのかもしれない。そして今回紹介する絶対聖域は、映画デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション全勝主題歌となっており、夜遊びから幾田りらを迎えた豪華な作品となっている。現状日本のトップ女性アーティスト2人のパフォーマンスを MV とともに楽しんでいただきたい。それにしてもあのちゃん可愛いな。それではお聞きください。